はい、というわけで2日目の夜はですね、こちらの噂のジョリビーを食べたいと思います。結構ね、いろいろ買ったんですよ、セットで。あ、ポテトね、早く食べた方がいいね、これね。ポテトのセット、とバーガー、春巻きついて、こういう箱に入ってます。せーの。オープン。おお、これが食べたかったの、このスパゲッティとこのクリスピー。これ何？ライスって書いてあるけど、ライス？本当にご飯だって。で、ここに春巻きがあると。まあね、結構仕事的にはね、日本のマックじゃ考えられないぐらいの効率の悪さというか。こっちが、あ、ベコってなってる方が。それ泣いてる？ケチャップっていうの。今、今来るんじゃない？でしたね。あとはこれなんだろう、デザートじゃない、アイスクリーム。だってこれさ、めっちゃあったかい、この前乗ってたぜ、最後に。しかもこれ溶けるに決まってますね。じゃあね、まずはね、こう普通にポテト、うん、なんかちょっとローカルのレストランに行こうと思ったら怒られちゃってね、お腹壊すってジョリビーにしたんですけど、明日は必ずあの有名な鳥の赤ちゃんの卵を食べたいと思います。今日も珍しいビールを買いました。レッド、何これ、レッドホースビール。アルコールは 6.97% で、ね、ジョリビーはこういうキャラクターが有名らしいんですけどもね、このおもちゃもいくつか6種類5種類ぐらいあって、欲しいなって言ったらドン引きされましたけども、ストローはあんのかな、あれどっかにあるな。おお、エクストラストロング、苦い。このライスは何と一緒に食べるんですか、これ、スパゲッティ。あ、このチキンと一緒に食べるらしいです。ちょっとチキンと食べんの、このライス、ちょっと開けてみよう。おお、本当にライスだこういうのあるんですね。じゃあ春巻きちょっと食べてみようかな。スパゲッティのフォーク、ちょっとじゃあ春巻きをね食べてみたいと思います。あー、なんかすごいね、ん、なんて言うんだろう、フィリピンの匂いがするビーフ、なんかね特殊な味です。うわ、これちょっと臭みが強いかも、苦手な人は気をつけて。クリスピーチキンね、もうクリスピーじゃなくなっちゃうけど、あ、これちょっとマジ臭い、なんだろう、うん、すっげえパサパサしてる。あ、これつけて食べるな、うん、変わった味、マジでこの春巻きが強い、存在感やばい。ポテトが一番美味しいね。だってこれ、このチキンとご飯なんて食べれないよ。フォークとスプーン、これスプーンある。バーガー食べてみようかな。なんだこれ、チーズか、でも美味しそうでね。マヨネーズ、マヨネーズ、うんうん、これ美味しい。トマトもちゃんと吸ってて、うん、あ、これはよかった、これが美味しくて。肉も美味しい、ちゃんとしてついてる。なるほどね。でもこれだけ買っていくら、700円ぐらいなんで、結構あのファーストフードとしておすすめかなと思います。他のとこ結構衛生面とか結構まあ厳しいみたいなんで、まあぜひね機会があったら食べてほしいと思います。ということで今日の
晩ご飯はジョリビエでした。またね。今ね確認したんですけど、フォークとかスプーンが一切入ってなかったです。だからこういうスパゲッティとかももちろんこのコーヒー用のやつで食べたりとか、あとはこれのストローが全く入ってないです。ありえないね、日本のマックじゃね。こんなことしたらもうクレームの電話が鳴りっぱなしっていうことがあるかなと思います。まあね、これももう溶けちゃってるし全然食べ物じゃないですね。いやー、やられました。皆さんね、確認してください。言葉がねちょっと違うんですよ。タガログ語とザビエ、ビサヤ、ビサヤっていうね言葉が違うのもあるんですけど、フィリピンの子が頼んでもこういうことがあるので、まあチェックしてもね、なんかサイズとかもちょっと難しかったりするんですけど、味はねこういうのも全然味ないですよ。クリスピーもう確かにパリパリをしてるけどっていう、いやまあ地元民の庶民の味なのかもしれないですけど、ちょっとねさっきの春巻きもちょっと捨てました。初めてねこういうこともあるんだなと思いました。は